何かと私や義兄嫁に対抗意識を燃やすことめ。義兄嫁は書道の段持ちなんだ。ことめ、私も習字の授業でセンスあるって言われたことある。私が中学の合唱部で部長やってたっていう話。ことめ、小学校の時、数値表でずっと音楽は丸だった。などなど。ことめは英語堪能で美人なんだから、張り合う必要なんか何にもないと思うんだけど。相手にするのも大人げないので、みんな、はいはいって感じで、スルーしてた。ある日、義父の還暦祝いをしようと、各家で料理を持ち寄って、義実家に集まることになった。私は、豚の角煮を持って行って、鍋に移して温め直してた。途中で義兄嫁に呼ばれて、ほんの10分くらい、台所から離れた。帰ってくると、鍋から角煮が消えている。誰か持って行ってくれたのかな？トリビングへ向かうと、廊下で、旦那と義母に鉢合わせ。なんか、渋い顔してて、聞くと、私の角煮が、琴目が作ったってことで出回ってるらしい。旦那は、私が角煮を持ってきてるの知ってたので、これ、嫁子のだろ？と指摘したら、え？嫁子さんも角煮作ってきたの？じゃあ、食べ比べしよう。だって、彼氏の前で、見栄を張りたかったのか。義母も、琴目が角煮作れないと思ってて、義兄夫婦も同じ考えっぽい。琴目の話を信じてるのは、琴目彼氏、義父、大乙女。こんなものが作れるなんて、琴目ちゃん、いい奥さんになるね。すごい。と褒めそやしているらしい。琴目彼氏もいる手前、ことを荒立てたくなかったが、このままだと私は、義父のお祝いに料理持ってこなかったダメ嫁、とことめにプギャーされるのは明白。嘘をついて嫁子を下げようとしてる、ことめの体裁を気にするのは筋が通らないから、がっつりやっちゃってと、義母からゴーサインをいただいたので、リビングに突入。義母が、言うからね、と言ってくれたのを、私が言いたい、と立候補しました。琴目ちゃん、圧力鍋って持ってる？考える隙を与えないように、リビングに入るなり、私が聞くと、え？ないよ。と琴目が正直に答えた。圧力鍋なしで、豚の角煮、どうやって作ったの？え？に、煮て？どれくらい煮込んだの？1時間くらい？義兄嫁、空気を読んで参戦。え？たったの1時間で、どうすればここまで柔らかくなるの？関係ないでしょ。逆切れ。席を立とうとしたので、私が、琴目の腕をガッと掴んで。この角煮、圧力鍋を使って、下茹で30分、味付けして30分煮込まないと、作れないんだけど。ねえ、どうやって作ったの？と凄んでみせた。義父、琴目彼氏、大乙女、察して、完全に沈黙。目が泳ぐ琴目。義母を見て、泣きそうになりながら、お母さん、と言うも、本当、どうやって作ったのかしら？私も知りたいわ。と義母、ようやく琴目の口から、ごめんなさい、と言葉が出た。それからは平和です。義父の祝いの場を壊しちゃったのがドキュン。あと、意地悪い言い回ししたのもドキュンかと。圧力鍋なしで、1時間で角煮作る方法も、あったかもしれない。そしたら、話を合わせて、教えてもらおうと思ってた。琴目の彼氏が婚約者になるそうで、記念書き子。とてもよくできた人で、琴目がベタ惚れで、琴目を叱れる人のようです。義両親も、それなりのしつけをなさってるんですけど。琴目ちゃんは、琴目ちゃんのいいところがあって、俺は、そこが好きで結婚するんだよ。なんでも、完璧な人間なんていないんだから、琴目ちゃんは、自分の得意なところを伸ばせばいいんだよ。自分の不得意なところを自覚できる人って、素敵だと思うな。俺にも不得意なことがあるし、お互い、頼り合って、助け合おうね。というような論調で、
菩薩のような人だと思います。